きっと、大丈夫だよね。医学用語だからね。祈祷の、あ、祈祷が、包皮で覆われている状態のことを指します。これ女性から見ての話なんですけど、包茎は、女性からすると、どういう影響をもたらすのか。皮が被っていると、そこにバイ菌が溜まっているとか、こう洗えてなくてカスが溜まってるとかがありがちらしくて、そのなんか匂い的な意味でやっぱ気になるっていうのが一番多くて、意見がですね、細菌がね繁殖しやすいらしいんですよ、その皮の部分に。うん。で、例えばこうフェラーリとかする場合とかに、口内感染、性感染症でもうそこで繁殖させてしまって、こう、喉とかにね、感染したりとかもあるらしいですね。まあ、ひいな先生のイメージ的にはやっぱり、なんかちょっとその、俺、包茎なんだけど、みたいな、ちょっと気にしてるみたいなところすごく可愛いなって思っちゃうんですけど、なんかね、まあそんなちゃんと洗ってくれたらいいんじゃないかなって思いますよ。ひいな先生的には。うん。ズル向けにする必要はないかもだけど、もしできるものならなりたいっていう人はいらっしゃいますよね。指で、ムキムキトレーニング、一緒にやっていきましょう！ムキムキトレーニング。ステップ1。利き手で、男性器の根元を持ち、包皮を優しく、剥くように、指を、徐々に下ろしていきます。それでは、ステップ2。男性器の亀頭の部分が見えたら、指を元の位置に戻します。今、剥きましたね。剥いた後にまた、元の位置に戻しましょう。段差に引っかかって皮が戻りません。うわぁ！きっと大きいアピールですね今流行りの。うわぁ、いいなぁ。ムクムクしてきた。あー、興奮しちゃう、それは。段差に引っかかっちゃうかぁ。くそぁ。ムクムクしないように気をつけてるんですけど。やばい。まあ、先生は、ちなみにあの、祈祷の方は今ね、直径 1.5km ぐらいですか？今日はなんか事務所の風通しがいいんですよね、すごく。上に突っ切っちゃってるからさ。どかーん。ひいな先生の男性器が事務所の天井を突き抜けていきます。挽回どかーん。貫通して進撃の巨人になってますねまあまあまあ僕らの人生世界どこナンバー探せよ探せあれがないいつもさつも霊界ないなら劣化がいない賞味期限切れないただただ悩めせばいだいばい生産せまい